皆様、こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するジャネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。写真拡大派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われた元俳優、荒井博文、本名。 僕、KY イ,イコール、パク・キョンベ被告、40、に対し、東京地裁は、休憩通り、懲役5年の判決を言い渡した。荒井被告側は、判決を不服として、即日控訴した。荒井被告の全面敗訴にも見える一審判決。休憩通りの実刑判決が、刑事事件に詳しい傘。 原安三郎弁護士は2対8で新井被告の負けとし被告側にも勝ち取ったものがあると指摘した。それは何か暴行が制圧的というほど強度ではないという判決理由の一文だと言う。物理的な暴力は伴わなかったという新井被告の意見が判決理由に入った。意見を入れた上で 犯行の悪質性については全面的に認定した。控訴審で弁護側はこの一文をめぐって争っていくとみられますと指摘した。また、今後、時断が成立する可能性もあ一審の厳しい判決で被告人を猛省させ、控訴後に時断を成立させるケースはよくある。